タム航空3054便オーバーラン事故。タム航空3054便オーバーラン事故。タム航空3054便オーバーラン事故。とは、2007年7月17日に発生した航空事故である。最初は、エルサルバドルの土佐航空で運航され、その後、パシフィック航空で運航されていた。旅客機は、ペガサスアビエーションが所有し、 タム航空では2006年12月から運航が開始された。事故期は2007年4月20日現在、飛行回数9313サイクル、総飛行時間2379時間であったという。タム航空3054便は、ブラジル南部のポルトアレグリからサンパウロを結ぶ国内線として運航されていた。乗客181名、乗員6名が搭乗していた。 3054便は、ポルトアレグレの空港を現地時間17時19分、協定世界時20時19分に離陸した。3054便は、現地時間18時54分に、雨が降りしきる中を、サンパウロのコンゴニャス国際空港の滑走路35へ着陸したが、その直後に滑走路を左に逸れてオーバーランし、滑走路から空港敷地外へ飛び出した。 その後道路を横切り、タム航空の貨物取り扱い場がある建物とガソリンスタンドに高速で衝突し炎上した。ガソリンスタンドの地下燃料貯蔵庫への引火による爆発は避けられたものの、この事故で乗員乗客187名全員と地上の12名の199名が犠牲となり、地上にいたタム航空の職員13名が負傷した。 この事故による犠牲者数はブラジルだけでなく、南アメリカ諸国では最悪の航空事故となった。ブラジル大統領のルイス・イナシオル・ウラダ・シルバは、事故発生から3日間、国中がもに服することを宣言した。調査の結果、滑走路の水はけの悪さと、パイロットがエンジンの操作を誤ったことが原因と判明した。事故機は、当日、第2エンジンの逆噴射装置が不作動の状態で、 運行されており、普段より着陸時の制動力が弱まっていた。それに加えて短い滑走路として有名な35リットルに着陸することが機長にとって精神的な負担となった。片方のエンジンの逆噴射装置が不作動の際の着陸手順の一つに、まず両方のエンジンをアイドル水力にしてから正常なエンジンのみを逆噴射するというものがある。 この方法は短い距離で停止できるため、3054便の機長はこれを行おうとした。しかし機長は手順を誤り、正常な第一エンジンのみをアイドルにした。あと逆噴射にし、逆噴射装置が不作動の第二エンジンの方は、水力レバーを動かし忘れてのままにした。着陸後減速できないことに焦った機長は、右エンジンの水力レバーが、 フルスロットルの位置にあることに気付けなかった。また操縦室内が暗かったため副操縦士が水力レバーを確認することもできなかったと思われる。第二エンジンが最大水力だったために機体は滑走路を左に逸れてしまい建物に激突した。この空港では過去にもたびたびオーバーラン事故や周辺地への墜落事故が発生しており2007年2月には ブラジルの裁判所は、フォッカー100とボーイング 737NG など4、機種に対して、ブレーキ性能上問いがあるとして、飛行禁止を命令していた。だが、ブラジル航空当局とタム航空は、多くの利用者に影響を与えるとして、異議を申し立て、上級裁判所において、経済効果を理由に逆転判決が出され、この命令は取り消されていた。 空港の滑走路はこれ以上拡張の余地がないため、滑走路の路面に溝をつけるなどの工夫をしており、その改善のために滑走路が数週間閉鎖されたこともあった。また3054便の着陸した滑走路には舗装し直された箇所があり、コンクリートが固まった後の7月28日に溝をつける工事が予定されていたという。この空港では1996年に タム航空のフォッカー100が離陸直後に住宅地に墜落するタム航空400に便離陸失敗事故など航空事故がたびたび発生しており7月16日にも旅客機がオーバーランする事故を起こしているなど危険性が指摘されていた同空港の滑走路はかねてより特に水はけの悪いことで知られており事故の前日にも航空中に着陸した2機がスリップしている また平行滑走路の全長は1940メートルと1435メートルで、これは今日の大型ジェット旅客機、ボーイング747やエアバス A340 が安全なり着陸を行うために必要とされる2500メートルはおろか、中型機、ボーイング767やエアバス A300、小型機、ボーイング737や、 エアバス A320 に必要とされる2000メートルにも満たない。しかもパイロットたちが空母とあだ名する。この空港は都心に近く利便性が高い反面、住宅地の中に取り残された陸の孤島のような立地で、滑走路の先に干渉地帯やアレスターベッドを設ける、目の土地の余裕もない。このため過去にもオーバーラン事故や周辺住宅地への墜落事故が数回起きており、 安全性の疑問はこれまでにも幾度となく指摘されていた。しかし、同空港にはこれ以上の拡張工事が望めないこと、また、同空港から現在就航しているジェット旅客機を締め出すことは、地元経済へ大きな打撃となることなどから、前日のように2007年2月に、七地裁が出した飛行禁止判決を上級審が覆している。 こうした問題は今日まで棚上げにされてきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。